皆さんこんにちは、吉尾です。今週のマーベルニュースがやってまいりました。今週は前回ホープの父親をエニグマと予想した答えが見れるコミック X-Men Forever 4号や、先月のマーベルコミック売上ランキング、 MCU の話題では映画ファンタスティック4のギャラクタス役の俳優さんが決定したことや、タイトルが何度も変更されたドラマアガサの話題などをピックアップしていきますので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。また毎週マーベルニュース動画やショート動画、たまにネタ動画やキャラの解説動画を上げていますので、マーベル原作に少しでも興味があればチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。また動画の性質上、原作コミックや MCU のネタバレを含むのでご注意ください。それではまずは原作の話題から。衝撃、ホープの両親は。先週のニュース動画で紹介し考察をした X-Men Forever の最新刊が早速今週5月15日に発売されました。前回のあらすじを簡単にまとめると、フェニックスの完全復活のために行動しているホープと、それを止めるために過去に遡ってホープの母親であるルイーズに接触するエニグマが描かれたのが3号です。エニグマが接触した際にはまだホープを妊娠しておらず、さらにホープというキャラクターはもともと父親不明なので、実はエニグマが遺伝子上の父親ではないかと前回予測しました。ということで今回の4号でホープが登場して17年越しの謎が解明され、ヨシオのまあまあ誰でも予想できる考察がついに当たるかと個人的に期待をしましたが、もちろんそんなことはありませんでした。ヨシオの考察は絶対に当たらないのです。今回のエニグマはルイーズに彼女の運命を見せます。ルイーズは2007年のコミックでホープを産んですぐに反ミュータントのカルト組織ピュリファイヤーズによって病院や街ごと燃やし尽くされ死亡したと描写されており、エニグマはその悲惨な未来の後に助けてやるから自分がホープの父親になるというのです。このエニグマの発言の後、ホワイトホットルームのホープの額に不穏な王冠が浮かび上がります。混乱するホープをよそに、それを見たフェニックス・ジーンはすぐさまエニグマの元へ向かい、ルイーズ、フェニックス・ジーン、エニグマの3人が初めて揃い踏みします。エニグマはミュータントを罵倒しながら、お前の子供を救えるのは自分だと主張しますが、ルイーズはそれをあざけるとジーンに一つだけ質問をしました。彼女はどんな子？ジーンは、彼女は気性が荒くてやんちゃであなたによく似ている、彼女の名前はホープよと答えます。ルイーズは、子供を持つことは希望を持つことでしょと安堵した表情を見せます。エニグマが再度悲惨な未来を植え付けますが、消防士として危険を覚悟している彼女にその脅しは通用しませんでした。エニグマは去り、ジーンとルイーズだけが残されます。ルイーズは冗談めかして、あんたとも寝ないわよと言いますが、ここでフェニックス・ジーンはホープの出生の秘密を語ります。その必要はないわ、これはフェニックスと私の愛循環から生まれたもの、今もこれからもずっと、時の鎖円環。ルイーズの額にフェニックスの文様が浮かびます。その後一連の記憶が消えたルイーズはバーで意識を取り戻します。そして自身が妊娠していることを感じ、お酒をテーブルに置いて店を去るのでした。なんだって。そうです、ホープの母親はフェニックス寺院だったのです。というかむしろルイーズはほぼフェニックスの代理母のような役割だったという衝撃。そりゃフェニックスに好かれますわ。しかしフェニックスとホープをつなぐ円環の物語はここで終わりません。その後ホワイトホットルームでフェニックスと対峙しているホープは正気を取り戻しフェニックスを攻撃しますが、その余波で彼女はあっさり死亡してしまいます。するとホープの遺体から炎が立ち上がり、小さなフェニックスがジーンの腕へと止まります。そうです、これがフェニックスの言っていた死と再生の円環の運命なのです。見方によってはここにたどり着くためにホープという存在がいたとも取れます。そんな小さなフェニックスを携え、ジーンはエニグマの打倒へと決意を固めるのでした。いかがでしたか？なかなか衝撃の展開ではないでしょうか。ホープの出生の秘密が判明した途端死亡する展開もなかなかマーベルしてて好きです。ちなみにこのコミックではそれ以外にもディスティニーがエクゼビアに記憶を戻してもらって家族の愛情を取り戻す物語も描かれ、ミスティークとディスティニーのいざこざにも決着がついています。様々なことが回収されていき、終局へと向かっている X-Men 誌を今後も注目していきたいと思います。久々に登場したあの人たち。
続いてはミュータントとなったミズ・マーベルの活躍を描いたコミック「ミズ・マーベル・ミュータント・メナス3号」をご紹介。去年死から復活した際にミズ・マーベルことカマラ・カーンがミュータントとインヒューマンズのハイブリッドと判明しました。その後ミュータントと行動を共にしていましたが、最近は故郷のニュージャージーに戻って活動を再開。しかし奇妙な能力の暴走に悩まされていました。ちなみにこの暴走はまだ判明していないカマラの秘めたミュータント能力と関連している可能性があります。今回のコミックでは死んでから初めてレッドダガーと再会しており、お互いの近況を報告し急接近。途中でゾンビのサイクロプスが現れますが、なんやかんや撃退します。もちろんこのサイクロプスは彼の死体を再利用して作られたものですので、ご安心ください。まあミュータントの死体がゴロゴロしている現状は全然安心できないんですけどね。こうして2人はサイクロプスのオプティックブラストを背景に素敵なキスをするのでした。しかしキス以降の進展はなく、2人は微妙な距離感のまま、その後に現れた新しいゾンビ X メンと戦闘する羽目になります。というかちゃんとミュータントは死体処理をした方がいい。2人は神連携でゾンビーズをなんとか倒しますが、能力の暴発頻度が高くなっており、レッドダガーも心配し始めます。そこへ解決策を示すように現れたのが、そうインヒューマンズの女王メデューサ、そしてカルナックです。はい、このページ見た瞬間に声が出ました。久々に見た。僕の守備範囲のコミックで見てないだけかもしれませんが、まともにインヒューマンズとして登場するのはすごく久々な気がします。各自カメオ的に他のコミックに出ているのは知っているのですが、おそらくはカマラが復活してからちゃんとインヒューマンズと会ったことなさそうなので、この組み合わせはある意味待ちに待ったと言えます。この出会いを機にカマラのミュータント能力の秘密などが明かされるのか、今後に注目していきましょう。マーベルコミック売上ランキング、2024年4月7日から5月4日までの4週間で販売されたマーベルコミックの売上トップ10をご紹介していこうと思います。マーベルコミック以外は除外しているのでお気をつけください。それでは10位から見ていきましょう。10位は僕の動画でもご紹介したエクゼビアの裏切りの詳細とフェニックスの復活を描いたコミック、ライズオブザパワーオブテンの4号。エクゼビアとオメガセンチネル、ホワイトホットルームの X メン、モイラとエニグマ、様々な勢力の動きが一気に描かれた見どころ満載の一冊でした。特にホワイトホットルームにいる X メンが地球のクラコアへ到着する花咲く X メンはかなりアーティスティックで美しかったです。9位は近未来の崩壊したヒーロー社会を描いたコミック、アベンジャーズトワイライト5号がランクイン。今月発売の6号で最終回ということですが、ちょっと気になっています。アーティストはスペイン人のダニエル・アクーニャ氏で、独特のタッチとカラフルな色使いがめちゃくちゃ好みです。8位は10位で紹介したライズ・オブ・ザ・パワー・オブ・テンと対になったコミック、フォール・オブ・ザ・ハウス・オブ・ X の4号がランクイン。発売の順番としてはこちらが先になります。エクゼビアがノーモアヒューマンズといって人間を爆殺するところが見どころのコミックでしたね。気になる方は4月第3週のマーベルニュースをご覧ください。このコミックのラストではストームがニムロッドとオメガセンチネルにボコられたミュータントを援護しに向かうシーンで終わっていました。今月はその続きが見れるのか楽しみです。7位はマーベルの看板キャラであるスパイダーマンのメイン誌、アメージングスパイダーマン48号。表紙ではピーターとピーターのクローンのベン・ライリーが戦っているように描かれていますが、実際のコミックでは彼らは戦っていないらしいので、いつもの表紙詐欺です。というかベン・ライリーの彼女のエリザベスがいつの間にかハローズ・イブとかいうヴィランになっててビビった。6位はアルティメット・ユニバースのブラック・パンサーを描いたコミック、ストームとキルモンガーが出てきたそうですが読んでません。5位は最新のクロスオーバーイベント、ブラッドハントの始まりを描いたコミック、ブラッドハント1号がここでランクイン。前回のニュース動画で取り上げているので気になる方はそちらをチェック。吸血鬼が世界各地で暴れる内容で、 MCU でもおなじみのキャラクターがたくさん登場します。正直面白いです。またニュース動画の方でも取り上げていくのでお楽しみに。4位はデッドプールとウルヴァリンの2人のコラボコミック、デッドプール&ウルヴァリンワールドウォー3 1号がランクイン。改造されたデッドプールとウルヴァリンが戦わされる展開が描かれました。デッドプール&ウルヴァリンの映画公開も近いので話題になったと思われます。一応読みましたが特に感想はないです。個人的には今後の展開次第では面白くなりそう。3位は7位と同じくアメージングスパイダーマン47号です。やっぱりスパイダーマンはすごい。
2位はメンバー動画でも取り上げたピーチ桃子氏が脚本とアートを手掛けるアルティメット X-Men シリーズの2号がランクイン。新キャラのメイストームが登場しコミックも盛り上がりました。次回からは高校生活も描かれそうなので楽しみです。また設定資料だけでまだまだ新キャラが登場しそうなので気になる方は今のうちに読んでおくことをお勧めします。というか翻訳してくれないかな、ショープロさん。そして1位はいつものようにアース6160の35歳のピーターを描いたコミック、アルティメットスパイダーマンの4号です。この話ではピーターと MJ 夫婦、ハリーとグエン夫婦の4人で食事をする場面がメインで描かれました。またハリーが大いなる力には大いなる責任が伴うという名言を言ったのも話題となりました。このアルティメットスパイダーマンは常にランキングのトップ2に入っていますね。まあ面白いから納得の順位です。というわけで先月のランキングはこのようになりました。リブートということでアルティメットシリーズが人気ですね。特にピーチ桃子氏のアルティメット X-Men は新キャラばかりで過去の知識がいらないので初見の方にもかなりおすすめです。それにしても毎月このランキングを見るとやっぱりスパイダーマンはマーベルの看板なんだなぁと実感します。皆さんの読んでるコミックは入っていましたか？気になるコミックがあればぜひコメントで教えてください。 MCU ファンタスティック4ギャラクタス役決定。まずは先週から話題になっている MCU 映画ファンタスティック4のキャストの件を取り上げさせていただきます。前回はシルバーサーファー兼シャラバル役のジュリア・ガーナー氏が話題となりましたが、今回はあのコズミックビーイングの中でも1、2を争うほど有名なキャラクター、ギャラクタスを演じる俳優さんが報道されました。ちなみにギャラクタスに関して世界一詳しく解説した動画を投稿していますので、お時間ある時に見ていただければ幸いです。界隈ではシルバーサーファーが登場すると分かってからギャラクタスも登場すると予想されていましたが、ついに登場と演じる俳優さんが決定いたしました。今回ギャラクタスを演じるのはキャリア30年のイギリス人俳優ラルフ・アイネソン氏です。実は MCU のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでラベジャーズの一員として登場していたそうですが、正直全く記憶にございません。そこからマーベル切っての有名キャラのギャラクタスに抜擢されるとはすごいです。ただマーベルのキャスト選びは毎回素晴らしいので、今回のギャラクタスも劇場で見るのが今から楽しみです。ちなみに声優として参加するという話もありますが、個人的にはギャラクタス本人役やギャラクタスになる前のギャランの役を演じてくれるのも大歓迎です。ただギャラクタスが出るとしても、ギャラクタスが初登場した一連のコミックギャラクタストリロジーを元にすると思うので、おそらくギャランの登場はないでしょう。マーベル切手の名作とも言われるギャラクタストリロジーに関しては、先ほども紹介したこちらの動画で解説しているので、気になる方はご覧ください。というわけでこのキャスト発表を受けての海外の反応を見てみましょう。彼は業界内でも最高の声を持つ一人です。素晴らしい配役だと思う。彼のファイナルファンタジー16でのシドの声は素晴らしかった。ギャラクタスにとって最高の選択だ。ラルフ・アイネソンの特徴は深く響く声だ。ギャラクタスのような宇宙にとって重要な役割を持つキャラクターを演じるには威厳のある声が必要です、など肯定的な意見が多く見受けられました。せっかくなのでファイナルファンタジー16でシド役を演じたラルフ・アイネソン氏の声を聞いてみましょう。 You need me. Your king needs me. I'm all for building a new world. Just not his. That bastard's dreams are as twisted as his promises are false.And I want no part of it. 渋くてかっこいいですね。響く声というのもわかります。なんかこうゾワゾワする感じがあります。これがギャラクタスなら納得です。ちなみに個人的に好きなコメントは、ボックス映画のおなら雲じゃなくてバカみたいなヘルメットをかぶった巨大な存在であることを願うというものです。2007年の映画ファンタスティック4銀河の危機ではギャラクタスは巨大な雲で描かれていたので、今回の映画ではいつものヘルメット姿が見たいという意見ですね。個人的にもこの間抜けなヘルメットが MCU でどのようにかっこよくなるのかが楽しみです。他にも MCU 映画ファンタスティック4にはジョン・マルコビッチ氏、ポール・ハウザー氏などが役柄不明ですが出演することが伝えられています。ポール氏はファンタスティック4の最初の敵モールマンなどと予想され、ジョン・マルコビッチ氏はロボットハービーの声を演じるとの予想もあります。個人的にはジョン・マルコビッチ氏はギャラクタストリロジーでも重要な役を演じた盲目の彫刻家アリシア・マスターズの養父であるパペットマスターや、スーザンとジョニーの父親フランクリン・ストームも似合いそうです。
いずれにせよマーベルコミックの歴史においても非常に重要なチーム、ファンタスティック4が MCU で見れる日が待ち遠しいです。ドラマアガサ配信日決定。続いては MCU ドラマアガサの話題をご紹介。ディズニープラスで配信されている2021年のドラマワンダビジョンからのスピンオフとして企画され、何度かのタイトル変更を経てついに正式タイトル配信日が決定いたしました。これまでタイトルがアガサ・ダークホールド・ダイアリーズ、アガサ・ハウス・オブ・ハークネス、アガサ・カブン・オブ・カオス、アガサ・ライング・ウィッチ・ウィズ・グレート・ワードローフなど様々変更がされてきましたが、正式タイトルがアガサ・オール・アロングとなったようです。がこれも正式ではなく単にアガサになるという説もあります。もう何でもいいよ。また配信日は2024年の9月18日で、初回は2話同時配信ということです。脚本はワンダビジョンを手掛けたジャック・ジェイファー氏が続投するということで、9つのエピソードで展開されると報道されています。ただこのタイトルの度重なる変更はただのお遊びという説もあり、アグネス・オブ・ウエストビューは犯罪ドラマメア・オブ・イーストタウンを、ダークホールド・ダイアリーズはプリンセス・ダイアリーズ、放題プリティ・プリンセスを、ウェルカム・トゥ・アワー・カブンはホラーテレビシリーズの3作目アメリカン・ホラー・ストーリー・カブンを、アガサ・ライング・ウィッチ・ウィズ・グレート・ワードローフはザ・クロニクル・オブ・ナルニア・ザ・ライオン・ザ・ウィッチ・アンド・ザ・ワードローブ、放題ナルニア国物語ライオンと魔女をパロディしているとも言われています。またこれらのタイトルが各話のサブタイトルではないかという憶測もあり、海外の考察界隈は盛り上がっています。ちなみに原作のアガサ・ハークネスはマーベルコミックではファンタスティック4で初登場し、リード・リチャーズとスーザン・ストームの息子フランクリン・リチャーズの乳母として物語に関わっています。めちゃくちゃヴィラン顔していますが、コミックでは基本的にヴィランではございません。味方です。アガサの息子はクソ野郎ですが、最近コミックで若返って MCU のアガサをリスペクトした造形に変わっており、さらにワンダに取り込まれて亡くなったダークホールドを今一度復活させようとするなど、ちょっとヴィランっぽい雰囲気も漂っています。そんなアガサが描かれるかどうかは分かりませんが、ドラマではアガサ以外にも何人か登場キャラクターが予想されてきました。ここでは復習を兼ねて4人だけ見ていきましょう。まずは主人公のアガサ・ハークネスはキャスリーン・ハーン氏が続投です。もうこのウィンク見れるなら何でもいいです。そして役柄不明で若手俳優のジョー・ロック氏が抜擢されていますが、本人が同性愛者ということもあり、ワンダの息子の生まれ変わりで同性愛者のウィッカンではないかと予想されています。また美熟女のパティ・ル・ポーン氏がジプシーの女王で魔女のリリアを演じると報道されています。このキャラの登場回数はかなり少なく、原作ではすでに死亡しています。幼いワンダにアガサを支持するように助言した魔女たちの一人であったり、カリオストロの書という魔導書を守る存在としてドクター・ストレンジと関わったこともあります。ちなみにバロン・モルドとの間に娘を設けています。またスタンダップコメディアンで女優でもあるサシェア・ザマタ氏が魔術師ジェニファー・ケールを演じるようです。このキャラに関してはあまり詳しくないのですが、マンシングとの関わりがあったり、いとこにゴーストライダーで有名なダニー・ケッチがいるようです。これらのキャラクターがどんな描かれ方をするか今から楽しみですね。 MCU ドラマアガサは2024年の9月18日配信予定です。さて今回のマーベルニュースはいかがだったでしょうか。今週は原作紹介で取り上げられなかったドゥームのワンショットコミックなどをメンバー動画で紹介する予定なので、しばしお待ちください。また取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメントください。マーベルや MCU 以外の話題でも構いません。ちなみに毎週水曜日土曜日の夜から生配信を行っています。アメコミや MCU 映画好きの方が集まっていますので、興味があればぜひ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画か配信でお会いしましょう。メイクマインマーベル、さようなら。